皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート23やっていきたいと思います。で、前回ですね、ゴージャスプールの建設を少しやってたんですけれども、とりあえずですね、まあ、こんな感じでアイアンの壁と銀のタイルの壁、これは全部敷き詰めました。で、あと足りないのがね、ここのブラックライトとかが、まだ多分作れないと思うので、まあ、ちょっと穴開き状態にはなってます。ハート回収していこう。で、今回はまず、銀の鉱脈ですね、これをもう少し、探索してくれと、言っておりますので、この依頼からやっていきましょう。銀の鉱脈を3つ探してアラクレを働かせろと、マッシモのところへ行きましょう。ワープを使って証拠基地に行くとマッシモに会えるぜということで、そうか、ここだとワープか、あれか、証拠基地これか。で、どこだ、ここか。マッシモくん、うおー、遅すぎる遅すぎるぞってすいません、ゴージャスプール作ってたんですよ。この先に銀の鉱脈がありそう。岩の壁が邪魔で進めない。よし、ぶっ壊しましょう。ドン。薄グレー岩、岩の種類がすげえいっぱいあんな。悪くないこれ。え、この奥っていいんだよね。開通、よし、いい、オッケーオッケーオッケー。岩の壁を壊しましたと。これだけ壁を壊してくれれば、あとはオイラたちでもどうにかできそうだ。オイラたちの出番だぞ。近くにそんないっぱいいたか。いい感じに行動が広がった。てかさ、素材が普通に落っこってんだけど。みんなに続いて、みんなについてこのまま先へ進む。きっと奥に銀の鉱脈がある。これ何、あ、あれか、磨き、お、あれ、メタルスライムじゃんこれ。ちょっと待って、おーい、指導行け、一撃を叩き込め。うわ、しかも寝てしまった、こんな時に。メタルスライム逃げんの、あれ、一応消えたりはしないのかな。勝った、追い詰めろ。いくつだった、ちょ、経験値が見えなかったんだけど。このミカミックスたちのレベルが上がったで。16、魔物を倒して、あ、いつものセリフか。新しい技、てかお前の武器を作りたいんだよ。今よりも広い範囲、派手に壊せる新しいハンマーの技。思いっきり振り起こす。ハンマーの技が2つになった。壊したい範囲によって使い分けろ。炸裂ハンマー。あれ、レシピ、鉄の斧、あ、ようやく来たわ。すげえ、早速帰りたい気がするんだけど。ま、進んできますか。え、こうの、え、どういうこと、あ、そうか、ドッカーハンマーが四角で炸裂ハンマーは三角ってことね。なるほど、了解した。あ、石材、あ、メタルスコープか今度は。お、なんだ、あ、薬の葉をいっぱいくれたね。毛皮がだいぶ溜まってるんだよね。あんまり毛皮って使ってないんだけど、ちょっとしめじ取っとこう。食料若干不足してるからね。てか俺もお腹減ってきた。これね、マジマタンゴ、普通のマタンゴ変わらない。苦キノコ、あれ、これって、あ、松明か。あれ、松明ってどこだ。松明取り出して、
火をつける。あれあった、ちなみにさっき来る間に松明つけるとこちょっと見当たんなかったから、まあいいや。敵が倒しながら行こう。あれ苦っキノコって調理したんだっけ、なんか忘れちゃったな。これ絶対敵でしょ。違った普通のキノコだった。これ借りたい。なんだよよし、まあ一応松明見つけたら火をつけておこう。紐、あれ踊る宝石じゃん、超金持ってそうって思ったら敵じゃないか、もしかして話せるやつ話せるね。あんた誰よ、レディに急に声をかけないで、ここは行動よ。そんなにニコニコして随分余裕がありそうじゃない、ちょうどいいわ。私のお願い聞いてもらえない、まあいいよ、うん、どんなお願いか聞きもしないで受けてくれるなんて確かにな実はこの先迷路みたいに道が入り組んでる、私の3匹の弟が行方不明、光物に目がないから鉱脈を見に行って何かあった、3匹の弟探しをよろしくお願い、松明に火を灯しながら進むといい、道は入り組んでいて迷いやすいけど火を灯せば一度通った道だっていう目印にもなる。ほうほうほう、これあれじゃん、銀のなんとかじゃん。しかもあれこれ何これ、金もしかして、壊していい、木材になっちゃった。あ、ただ光ってるから金に見えるだけか指導とかめっちゃ破壊してんな、明るいから金に見えただけだ。俺完全に今金に目がくらんでんなで、まあじゃあちょっと周りを見渡しながら先へ進んでいくか。こっちの方に目的地はあるけど、すげえいっぱい出てきた。シド何してんの、寝たのか、ってすぐ寝るな、めんどくさ。いやシド寝たな今。じゃあ松明からの、あそこにありそうだね、あでっかいのがいる、助けてーって、魔物だーって、魔物が魔物に襲われて騒いでいる。なんか踊る宝石の方が強そうだけどね実際。どっかちょっとお腹が減ってきたな、21% しかないからね。あとでステーキ食おう。よし、魔物の群れを倒した。うわ助けてくれてありがとう。銀鉱脈に見とれていたら魔物に難癖をつけられた。あ目の前あれか、鉱脈か、お姉ちゃんが探してたって、お兄ちゃんじゃなくて銀の鉱脈に間違いない。あ踊る宝石のところに鉱脈があるんだね。じゃああと3箇所ってことか。よし1つ見つけた、ちょっと食べよう。ここの銀も少し回収していこうかな。ちょっといけない、手応えあり、三角ドーン、勝って、いや勝って、よし。銀がただねそんなに多くないんだよね、まあ、いっか、鉱脈見つけた方が早いかな、任せよう。いて、14くらいだったら大丈夫だ。あれこっちまで生きてた、左の方になあるんだけどな、掘っていくのか回っていくのか、
今のところ左に道はなさそうだね。ああ、こうやっていくのか。なんか順番通り行けば問題ないかな。一応ここに食材があるんで火をつけたい、火をつけたい。いって眠りがめんどくさい本当に。回転率もう少しね、範囲が広ければいいんだけどね。アクサイトはねすげえ今枯渇してんだよね、数が足りてない。特に掘り進めるとかそういうのはしなくていいのかな。よし、こいつ臭いと思ってる。こいつ何、え、なんだなんだ、魔法みたいなの何、魔法だね。これ何何これ岩スライムみたいなのが出てきたんだけど、壁を爆弾でぶっ壊すか。あ、これ一周してきちゃったね。じゃあ魔法の弾セットしていきますか。とりあえず正面に見せよう、正面に。まあここら辺か。え、魔法の弾でちょっと待って来てんだけど敵が。魔法の弾はどこだ。アイテムが多くてわかんねえ。あった、まあ、個数的には大量にあるからね。ほい、そこには置けません。はい、え、もはやわかんねえんだけど、魔法を食べて壊せなくね。向こう側にまだ行けないか。意外に遠いぞよし、開通した。出してくれよーって。埋もれてんのか。まあいいや、適当に適当に壊してこう。おお、もうちょっと広くしてあげようこれじゃ狭いんだ。あ、鉱脈じゃんこれ。よく見たら先に銀を回収しよう。悪いな、もうちょっと待ってくれ。あ、ここの項目結構ありそうだな。え、何これ、壊せない、これだけ壊せない、なんでだ。土砂がなくなってやがら結構荒くれだな。あれは銀の鉱脈、鉱脈っていうのが一つあるの、この壊せないやつ。よし、残り一つだな。ちょっとここら辺もなんか見たい気もするけどな。さーっと一周して、ちょっと松明はじゃあつけて、あー、なんか壊していかなきゃいけなそうだな、めんどくさい。じゃあ、あと逆側なんでそっちに向かいましょう。岩が半端ねえな本当に。キノコ回収しておこう。貴重な食料だからな。木材も貴重ってか、なんでお前こんなとこにいんだ。あ、これがあれか、木材か。ところどころに落っこってる木のかけらみたいなやつ。よし、じゃあもうちょっとここから、いや、進んでいこう。壊して。この岩マジで半端ねえな。フッスグレイは500とか。あれ、でっかいキノコが生えてる。これ、ちょっと壊せんの。
壊せる。大きなこの足、特大キノコの何て書いてあった、大きなこの傘、特大キノコの傘か。あれ人がいる。今度はあらま、あなたたち人間ね。まあビルダーなの、銀鉱脈を探しているのね。なんだそのかすれ声は。おばさん何十年かぶりに声を出した、うん、おばさんのことはいいの、この上にハッスル している人がいる、うん、キノコの傘が取れちゃって登れない。特大キノコの傘で上に行く道を作って、作ってって何、俺が単に行きゃいいだけじゃないの。こっちはこっちでなんか、あ、導きの玉があるよね。先にこれに触れておこう。 OK、 キノコ群生地。え、どうやって行けばいいんだろう。なんかあっちに行った方が良さそうだよね。キノコってっていうかさ、これでよくないか、これで OK で、え、なんて置けないの。とりあえず上に行こう。これはあり余ってるからね。あ、あそこに置けということか。おお夕方になった。指導はちゃんとキノコからいってんな。鉱脈2個見つけたからね、少し増えてるって言っても、前回いくつもらえたかも覚えてないけど。なんか荒くれが増えてる気がするけど、増えてるよね、人数。報告会の銀33個、あー、いいんじゃない。1205、すげえ、めっちゃ増えてんだけど。あと1個鉱脈見つければもうそれで終わりじゃん。てかさ、ゴルドに渡してたのさ、俺に渡せよって感じなんだけど、あの終わったら。でここか、でここで大きいのこの傘、これでいいのかな。ちょっとキノコしまって、これをどうです、ちっちゃえ、ちっちゃくね特大キノコの傘かな。下下で、ね、あれ壊せない、壊せなくなった。一回こちょっと待って、え、難しいんだけど。あ、こっちだよ。調整が難しいんだよねこれ。でこれを一回壊して、特大キノコの傘を置く。おお、自分落とされた。てかさ、いっぱい必要じゃん、よく見たら。でいるの本当にこれ、あのおばちゃんのためにさ渡すだけでしょ。俺が行けばいいじゃんっていう。3つ、てかバキが来たし、またちょっとこれでいこう。ヒギクライミング。で一応順々にじゃあ行きますか、こうやって。はいはい、いけねえ、こっちか。ジャンプ力もそんなに高くないかんねこいつ。よし、これで行って、であとはここね置くのがむずい。あれ？で、こいつがいるわけか。なんだなんだてめえらは。下に聞こえていた声は驚く宝石のハッスル声。銀に心を奪われていた。みんなこのキノコの上伝ってきたんだな。
キノコやんなかったらさ、あれかな、キノコがないからこいつら来れないぞって言ってくるのかな。地上の人間、よかったら私をあなたたちの住む町に連れてってくんない？私はオンバよって何？私の弟たちを助けてくれた。オンバがついてくるようになった。光物に目がない。もっともっと珍しい鉱石やお宝に目をつけている。やまびこの笛。一回地上に戻るとしましょうと。まあ、結構それなりに銀はありそうだね。ここここで働く人大変だな。ここが一番過酷だよね。でも木のさ、すげえ高いところ登ってこなきゃいけないからさ、まあ、ざっと見た感じはまあこんなもんか。あれ、あ、足マークってなんだっけ。ちょっと待って、なんかチェックついてるけど、あれは地上ってことだっけ。いいや、拠点。わ、そこもう夜か。ちょっと待って待って待って、わけわかんない、わけわかんない、わけわかんない。銀の鉱脈を3つ見つけた。ボッカムールの地下空間にはまだまだたくさんのものが眠っている。地下神殿や聖堂ってやつもきっとどっかにある。銀の発掘量も上がると。確かにめっちゃ上がったかんね。拠点に連れてきたよ、仲間に入れて。なんて素晴らしいの、地上の空気を吸うなんて何十年ぶりかしら。言葉を喋ったのも久しぶり。子供の頃生き埋めになって地下で生き延びてきた。すげえ、すげえ過酷な生活をしてきたんだな。若くてピチピチだった私もすっかりおばさん。地下のことにも詳しい、きっといつか冒険の役に立つ。この街がとっても気に入った。街のためなら一肌でも二肌でも脱ぐわ。オンバっていう名前がなんかいいよね。ん？で、次の目的はこいつか。ちょっと待ってね、鍵一回鳴らすわ。回収する。シャワールーム。あ、これあれか、もうちょっと作れってことか。銀の採掘量が上がったから、もうちょっとゴージャスプールを作れと。屋内プール作り。小さな噴水を置いてもらう場所がゴージャスプールの中央。乾きの壺で水を流してください。プールの水は泥水じゃダメですからね。そりゃそうでしょ。鉄の採掘場の近くにある地底湖で汲んでくるのはいかがでしょう。プールの水場部分、枠を作って水を入れるロッド。はいはい、了解です。ここか。じゃあ多分水を入れるとこだから、小さな噴水ここね。え、枠を作って水を流す。え、どういうこと？特にもうなんかそういうあれがないけどな。まあいいや。小さな噴水ってどうやって作るんだそもそも。え、ここ全体がもしかしてプールになるってこと？あ、そういうこと？ちょっとまず小さな噴水を5個作んなきゃいけないんで、それの作り方。シャワー、ちょっと1個作っとこう。あとはチャキオーラ、チャキーラか。チャキーラどうやって作るんだっけ。小さな噴水いけんな。鉄で作れんじゃん。何個だっけ、5個くらい。あ、1個持ってる。あ、1個持ってるやん。いつの間に。
壁掛けタオル、あ、これあれか、風呂場用か、風呂場じゃねえや、シャワー用か。で、ついたても必要なんだっけ。木材がな、不足してるな。よし、この2つをじゃあやっちゃうか。やっちゃいましょう。ではではでは、まずは噴水がどこにあるんだか分かんない。上がった、これこれこれ、これを、ま、適当にこれと変えて、ここで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 ここ。おばさん、早速あれか、賭け事か。俺が勝負してやろう。シャッフルって何？変わってる絵柄が。剣、これなんだろう、王冠かな、スライム。え、モンスターこっちに来ないで。え、なに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 、何が起こった？お前、お前すげえ追われてんだけど大丈夫か消えてった。おばさん、敵の察知能力が半端ねえな。全然気づかなかったぞ。じゃあここはもう流し込んじゃいましょう。お、噴水が出た。パワーは素晴らしい。お前、水浸しだけど大丈夫？そのスーツ濡れてるぞ。飾り部分、はしご4つ、小さな噴水5つ、プールの飾り部分を完成させてください。あ、はしごも必要なのね。はい、わかりました。はしご作ってねえや。あ、またおも、強っ。てか腹減った。攻撃力アップしている。このうちに、あ、いった、食らったら死ぬなこれ。次これさ、荒くれたちさ、戦ってくんないの？ちょっとためとこ。一応こっちが攻撃力高いんだよね、まあ、一発の。いや、ご利用せる。よし、241。寝れば問題ない。こんなもの一回寝よう、死んでしまう。シャワーどこに作れって言ってたっけ。なんかプールの近くがいいよって言ってただけで指定はされてないか。さて、ちょっとと食い物がな、不足しちゃってるんで、ここキステキ食べてよ。 35%、 まあまあまあか。あ、はしごだ、はしご、はしごを4つ調達してこよう。木材か、そうすると多分木材が、まあさすがに足りるとは思うけど。で、54個持ってるし、そもそも。さて、このはしご、え、どこ、これあ、ここのはしごまずやればいいんだよね。この端か。ちょっとまずははしごを取り出そう、例によって。どこだ、あった。まず場所が難しいんだよね。ここプール、ここ、あとはここ、ちょっと待って、どこだった。まあここでいいんだよね。で、ここ、よし、プールの飾り部分を作ってくれた。プールサイドの部分、おしゃれテーブル、デッキチェア、常夏ドリンク、パラソル。常夏ドリンクはないんだよ。サボテンフルーツか。うん、もう全部敷いてある、そこら辺は。え、グラジオラスの種、言えてないグラジオラスの種。あ、レシピ、ここでひらめくの。あ、デッキチェアね。パラソル、
とやる気出た。すっげえ荒くれどもが半端ないな。っていうかあれを作りたい、そのシャワールーム。シャワールーム誰だっけ、こいつだっけ。部屋の壁は銀のタイル壁、部屋にシャワーとついたて壁掛けタオル、ペロ用のシャワールーム。銀、こちらでした。銀のタイルってどんだけある。8個しかね全然足らんわ。今いけるはずだ。ただ銀の生産量は上がっているからね。銀のタイル壁、まあ50個あれば十分ですよ。とりあえずは敷き詰める分はもう作ってあるからね。あとはそんなにいらないから、いる時になったら生産しよう。じゃあ横とかに作りたいんだよね、どうせだったら。こちらへん少し埋めるか。これでじゃあここに作っていきますか。もうバーテンの隣でいいや。大きさ的には壁だって、壁っていうかあれ必要だよね、扉。このくらい、このくらいでいいか。まあ、シャワールームだからね、小さくていいでしょう。ちょっと待って、一回、え、これで部屋、これで部屋になるっけ、この大きさで。小さすぎると部屋になんないかね。あ、なんねえわ。もうちょいか。この大きさは必要か。この大きさでどう。あれ部屋ってさ、扉がないとダメなんだっけ。3マス、横3マスが必要だっけ。ちょっと忘れちゃった、部屋の定義を忘れてしまった。じゃあここに置いて、これじゃダメか。ピロン、あ、超小さい空き部屋ができた。よし、ここに、お、メタルゼリーって何。メタルスライムから手に入れたのかな。まず必要なのを取り出そう。シャワーとついたてとこれタオル。え、シャワーってどこに置くの。ここ、そこには置きません。え、どこ、結構でかい、もしかして。で、じゃあついたては、ついたってやったらさ出れねえんだけどちょっと待って、ついたてにはなんていうの、あの扉みたいな機能はないから無理だこれ。ちょっと、もう一段増やそう。よし、これでいけるっしょ。こっち、よし、ここから壁掛けタオルってさ、シャワーの隣にあるとさ濡れないか。ちょっとだけ離しとく。ここ超小さいシャワーで、これと、まあいいや。来た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 、オッケー。ペロのためのシャワールームを作った。あいつはガキの頃から俺たちアラクネにとって特別な存在。どんな金よりも綺麗に輝く俺たちの宝なんだ。いいこと言ってんな。お前はダチだからライバルだっていうかさ、いや俺ちょっと女性なんだけど。本当は俺たちもシャワーを使う。お前絶対覗くなよなちょっと待ってね、タオルの位置が嫌だ俺的に。
高いところに置きたい。よし大丈夫。ちょっと高すぎないかこれは。これいやでもタオルさ地面に置いてたら嫌だよね。っていうかシャワールームのさここあれなんだよね、地面なんだよね。もうでも そこまで、ね、もうこだわらない今回の島では。特に何もないからシャワー浴びても。あとはあのカッパーマンが進化するまで待つしかないか。まあプールサイドもやんなきゃいけないか。そういえば料理どうなってる。みんなも料理食うからな。サボテンフルーツちょっと回収しよっかな。しめじがいっぱいあるからね。ちょっと取ってきたものをまず、いやサボテンフルーツは必要だから持っておこう。これが足りねえのか。苦キノコ一回出そう。えちょっと待って、苦キノコ受け取って入れる、料理する。これは料理できないか。あそういうことね。前もやった気がすんな。ステーキちょっと食おう。じゃあ食材のこれ取り出す、キノコも取り出す、しめじも取り出す。これでちょっとなんとかしてもらおう。でしまう。でこれもしまって、これもしまおう。よし、ちゃんとよろしく。じゃあグラジオスの種ね、ちょっとあれを取りに行くか。夕方だ、夕方。これで行くっしょ。シルバーマンだっけ。65個いいね。3000個集まった。ゴールドンの進化。いやこの荒くれたちが頑張ってくれたおかげだよ。シルバーマンになるための銀が集まった。銀を渡しに行きましょう。今後はその銀を俺にくれよ。あと指導の装備も作んなきゃね。ありがとうミカビックス、ついにシルバーマンになれた。次ゴールドマンになりたい。そうすれば鉱石復活できる。島にゴールドラッシュ戻る。金が5000個必要だです。ちょっと謙虚だな。プール作りが鍵になりそう。地下に降りても金はなかった。その服にその髪どうしたんだよ。え変わった。部屋に置いてあったから着替えただけ。少し力戻って思い出したことある。金の鉱脈探す方法ある。なんかあるって言うとさ中国人っぽい。金の鉱脈を見つけ出してみせましょうと。どうやらまだあなたに依頼がある人がいるようです。全てこなしたら金を探しに行きましょう。
はい、お前だろ依頼してんの。いるみたいですじゃねえよ。みんなプールに行ってんな。え、なんだなんでみんなさ、なんでみんなそんなシャワー。まあそりゃそうだね、大変だもんねこいつら、誰も浴びてないのにさ。なんで並んでんの、誰もやってないよ。君ら何なの、おじさんとかのか。一応シードもなんか並び始めてんの。いやまだみたいねって、だってさ誰もやってないよこれ、永遠に順番待ってこないよ俺。こいつら頭悪すぎんな。まあ俺はちょっとプールサイドの建設に忙しいんで、お前らの気を配ってる暇なんてない。おしゃれテーブルどこだ、難しいんだよね置く場所がさ。チェアから置いた方が良さそうだな、チェア置いてその隣におしゃれテーブル置く。その前にそうだあれ作ってこなきゃいけないんだよ、果肉。でもジュースは結構いっぱいあるから、サボテンフルーツを一気に投入しよう。ほい、これ自体はすぐできるからね。あれ何個だっけ、3個あればいいんだっけ。あ、料理するってやんなきゃいけないんだ。はい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 、ほい、チャキーラ、てかそろそろ夜になるな。でこれが3つ、オッケー、よし、じゃあ沖に行きましょう。こいつ結局帰ってきた。もはや訳がわからん、またこのおぞましい光景。でまずデッキだっけ、はしごの隣からここで1個開けて1個こうでこうか、でその隣にこれを置いてこうで、そこから常夏ドリンク取り出して、ほいほいほい、よし、ドリンクテーブル。あれ、あと何置けって言ったっけ。マスターわからん、あ、パラソルか、しまった。わかったわかったわかった、知ってる知ってる知ってる、パラソルを作ってこなかったよ。さ速攻でさ人の作ったもの。ここでいいんだっけ、よし OK。 鉱石の採掘量が上がってもね結構もう大丈夫なんだよね、金を見つけない限り先に進まないからな今のところ。どこにいた、分かりづら。ゴージャスプールの要となるプール部分を完成させた。以前のバーが潰れ目標を失った私は暗い気持ちで毎日起きていた。しかし今はどうでしょう、輝くようなバーがあり心ときめく日々の仕事があります。町の皆さんが娘のペロに心ときめかせすぎなことです。ペロを取り合って喧嘩している方もいる。プールがあればお客様が泳いでくれます。ウフフでおほほな光景、今のところそんな光景見てないけどね。おぞましい光景しか見てないけどね。で次、俺の繊細な筋肉はあまりの疲れに悲鳴を上げている。お前はいつも何もしてないだろ。マッサージ部屋、みんなで筋肉を揉み合ってって。部屋の中にカーテンを2つ、ベッド、ついたて、最後に明かり、綿、あ、カーテンで綿使うのか、綿毛草、綿ってなんかあれだよね、モンスターからパクったよね。レベル3ってか次レベル4か、まだもうちょっと
あるよな。まだ半分くらいしか溜まってない感じ。まあ、半分以上は溜まってるけど、それでも結構きついな。とりあえず働き回収する。あと425か。マッサージ部屋とかじゃあどこに作るこれ。シャワールームさ、なんかすげえ人気だからさ、もう一個作ってあげる。こっち外なんだよね。でもさ、なんていうの、今までの経験上さ、2つ作ってもさ、みんな1つに集中するからね、俺のこう思った通りに動いてくれないっていうのは1つある。これ食おう。じゃあまあマッサージ部屋も作ってみますか。敷き詰めるのは銀じゃなくていいよね。でもゴージャスに行く？インゴットそこまでいっぱいあるわけじゃないからな。どうにしよう。30個。そこにカーテン。カーテンはどれだ？あ、ベッドってこれでいいの？藁のベッドでいいの？木のベッドの方が良くないか？マッサージするんだろう、だって。え、ちょっと俺木のベッドにすんね。あ、敵？あ、てか夜だからか。シドに任せよう。で、ついたて。カーテン2つだっけ？ついたて。2つだっけ？カーテンが、あ、ここがなくなってきたな。あれ？あ、キノコ森か、ここか。げ、また足んなそう。お、みんなっていうか、2人しか戦ってない。やばいぞ。ペロちゃん死んじゃいそう。もう荒くれが多すぎてわかんねえんだけど、誰が誰だか。どこだ。あ、いた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 。寝てんじゃねえか。しかもカーテンが2つだよね。そうか、じゃああれか、綿、地底湖に入ってる綿毛草、これも回収してくるか。一回寝よう。荒くれに囲まれて寝る。地底湖ってワープできたっけ。ちょっと見てみよう。え、地底湖ってどっから行くんだ。え、もう分かんねえな。鉄の採掘場、この下にあるのが地底湖か。いや、分かんねえ。地図的な話ね。ちょっとやっぱ広いな。位置的にはなんかこんな感じだったんだよな。あれ、こいつ何してんのこいつ。ようじゃねえ、お前サボってんじゃねえよ。ここ。あ、そうだね、これが地底湖で、ここの綿毛草、そんなどこにある。こいつこんなとこでも掘ってんだ。あ、これか。ちょ、待って。足場がよろしくない。綿4、まあ、最低限の綿は手に入れたな。まあ、ちょっとこれも回収しとくか、近くにあるから。綿6、ランプが、あ、ポイミスライム、あ、これ、あれ何これ、味方か。これも綿毛草か。10個くらいは欲しいな。あっちに行こう。で、結局3つ使うんだよね。ストックが10個欲しい。ということはもう2個回収していく。1綿毛につき2綿だからね。
よし、これで。だから帰ろう。で、部屋をどこに作るかだな。マッサージ部屋だったら別に、あ、でもプールの隣にあった方がなんかこうゴージャス感はあるよね。1個作ったんだっけ。1個は作ったか。よし、まあせっかくだ。じゃあ26か。これ銀のタイル壁、右側を少しぶっ壊すか。おい、じゃあこっからマッサージ部屋に行けるようにしますか。はい、もうもはや素材がわけわからんな。じゃあここら辺を中心に。よし、これで超小さい部屋ができたから、じゃあベッドをここに置いて、ついたてはちょこんな感じで置いて、え、カーテンをどう置くの。ちょっと取り出しておこう。カーテンってどんな風に配置されるんだ、そもそも。カーテン2ついる。カーテンの2つ存在する意義が分かんねえんだけど。あ、ベッドのとこに置くか。一回これ破壊しよう。だからこうでしょ。で、こういうこと。置けるんだけど。はで、ついたて。いや、難しいぞこれ。分かんねえ。あと何が必要って言ってた。カーテンを2つ、ベッド、ついたて、明かりか。明かり松明でいいよね別に。か、燃えそうだけどいいや。ちょ、変なとこ落ちたよ。え、すげえ燃えそう。置けねえし。いや、これもうカーテン燃える、火事になるぞこれ。採掘量上がったけどさ、もういいや。今回そこまで、もうこの島はそういうとこはこだわらないって決めたから、もうどんどん進んでいく。マッサージとは面白そうですね。お前どうせスケベなことしか考えてねえだろ。おばさんの大得意分野、存在自体が癒し。素敵な服が置いてある。おばさん着替えてみよう。どこへ行くんだ。え、どれ。ああ、なかなかお似合いですね。オッカムルの名物になるかもな。どうした、魔物の気配。なるほど、戦闘か。石の斧を作んなきゃな。鉄の斧だった、間違えた。24から56。いや、待ってこっちだったっけ。トゲコンボ42から56か。まあでもだいぶ上がんねえ。よし、装備しろ。武器、はい、は、まあ、とりあえずみんな持ってはいるよね。
戦闘要因がわかんねえんだよな、本当に。よし、じゃあ、魔物襲撃ということで、それは次回、やっていこうと思います。ま、結構プール作りもね、進んできたので、やっぱりあとは金だね、ちょっと金を見つけないと、最終的に、プールサイドも作れないので、ま、この先は次回やっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。